岡市から事業者の皆さんに大事なお知らせです。10月1日から事業所から出るゴミの分別ルールが変わります。白柳さん、ゴミの分別ルールが変わるって聞いたんですが、どう変わるんですか？黒柳さんの会社から出るゴミの分別区分は、燃えるゴミと燃えないゴミの二分別になっていますよね。そこに新しく古紙が追加されて三分別になるんですよ。古紙って何ですか？古紙とはリサイクルできる紙のことです。ああ、なるほど。ところでどうして三分別になるんですか？実は福岡市の事業所から出る燃えるゴミの中には、年間およそ7万トンものリサイクルできる紙が含まれています。その紙を回収することで、今まで燃やされていた紙が資源として有効活用でき、ゴミを減らすことにつながるんですよ。それはとてもいいことですね。古紙は令和2年10月1日からゴミ焼却施設では受け入れられません。新しい分別ルールをしっかりと抑えましょう。私のところでも古紙の分別に取り組みます。そのためにはリサイクルできる紙の種類を知っておくことが必要ですよ。はい。リサイクルできる紙は段ボール、新聞紙、雑誌、雑紙などです。雑紙とはどういうものですか？雑紙は紙箱、はがき封筒、紙の包装紙、紙袋、コピー用紙、紙芯、付箋、メモ用紙などのことです。わかりました。あとはそれらの紙を分けて出せばいいんですね。ここで注意が必要です。古紙に混ぜてはいけない禁忌品というのがあるんです。禁忌品？禁忌品とはリサイクルできない紙や再生品の原料にならない異物のことです。禁忌品が混ざるとリサイクル工場で機械が故障したり、紙の品質が落ちたりする原因になるんです。そうなんですか。正しい分別が必要なんですね。混ぜてはいけない禁忌品は古紙の出し方によって異なるので、具体的な分別方法と合わせて見ていきましょう。